皆さんは静止画を動かす最新の技術をご存知ですか？ AI を用いた最新技術によって静止画の中の人物を走らせたり踊らせたり、皆さんの思いのままに動かすことができるんです。今回ご紹介するソフトを使えば、誰でも簡単にお手持ちの画像の人物を動かすことができますよ。今回ご紹介するのはマジックアニメートというサイトです。画像をキャプチャもしくはアップロードし、モーションを追加したら、あっという間に人物が動き出します。さらに現在は完全無料で利用可能です。概要欄にマジックアニメートのリンクを記載しておりますので、ぜひアクセスして使ってみてくださいね。人物に適用するモーションはデフォルトで用意されていますので、ご自身でモーションを作成する必要はありません。ユーザーの皆さんはただ画像を準備しアップロードするだけで OK です。あっという間に人物が動き出しますよ。サンプルでは参考画像とモーションがデフォルトで設定されています。実際にクリックしてみると、上部でプレビュー動画が表示されています。画像から人物を認識し、非常に自然な動作でキャラクターを動かしています。他にもミッドジャーニーやヒットポーなど、 AI を使った自動画像生成ソフトと組み合わせることで、オリジナルの画像を動画にすることも可能です。ヒットポーでは日本語のキーワードにも対応しており、非常に操作も簡単です。皆さんも AI を使用した最新技術をぜひ試してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。